ハローアースノイド。俺はどうすれば、に対する、ネットの反応をお送りするよ。久しぶりにオーブの実家に戻ったら、何か妙に頑丈な入れ物に入ってたおかげで無事の USB を見つけて、家族の思い出かと思ったらモルゲンレイテのヤバい情報が盛りだくさんに入ってた。あ、これ、暁の設計図、父さんと母さんの裏切り者。いやこれに関しては真に同情するわ。飾りの追体験、他にもヤバいもの入ってたりしない。ここまで来たら全部見てみよう。モルゲンレイテ社員の母はエリカ・シモンズと同部署だから可能性はゼロじゃないっていう。いやアウトかな。実はオーブ戦での九段のビームは流れ弾じゃなかった可能性もビレゾン。アズラエルがサブ目標として共有してた可能性。議長みたいにメンデル関係者でオーブに亡命してたという役ネタが生まれる可能性もあるのが怖い。続編作るのなら野生のスーパーエースなシンが実はという可能性だってありかねない。これ下手すれば嫌い上の役ネタになるかもしれないね。コズミックイラ世界のバグすぎてこういう設定が急に生えてきてもおかしくないのがな。今時暁世代のモビルスーツのアップデートもされてない設計図とか、雑魚だからセーフ。設計図だけならいいけどヤタの鏡の情報とかあったらヤバいですよね。よく見てみたら、ヤタの鏡の構造、暁製作にかかった費用の出どころ、連合の技術のパクリ、ジャンクやロンダリングの指南書、知りたくなかった、こんな事実。最後、何？誰の著書なの？まさか、指南書の中身確認。ああよかったー。指南書って書いてるけど単に新人に説明する用の説明書か。何にも良くない。後継者を育成する気満々じゃねえか。息子に伝える気だったんじゃねえよな。あっこれ手紙？まゆえ、私たちに何かあった時に備えてこれを託す。オーブの真の理念をお前なら理解できるだろう。お兄ちゃんをよく支えて頑張るんだぞ。PS、お兄ちゃんはまだオーブに対して夢見がちだと思うからお兄ちゃんにはバレないようにするんだぞ。妹もしっかり巻き込んでやがった。眉が巻き込まれかけていた上に自分よりしっかり者と思われてたことに気づいた真の心境やいかに。運命時代にオーブを憎んだのは妹と両親のためって側面もあったろうに。これは感情ぐっちゃぐちゃやろ。これアスランもいたたまれない顔してる。ちら何かまだまだ入ってる。見ないとダメか。見ないと後悔するし見ても後悔するから見よう。いや、意外と真のために作ったモビルスーツの設計書とかあるかも。当時の幼子だった真のためのモビルスーツって何させるつもりだったんだよ両親。そりゃあ、オーブのためになること？未来の誰かへ、これは渦見大王と一緒に葬られたと思われているだろう情報だ。気をつけて扱ってほしい。そしてできれば今の大王に渡してほしい。なんでこんなもんがここにあるんだよ。どんな顔して私に行けって言うんだ。真栄、あなたは将来きっと素晴らしいパイロットになっていることでしょう。私たちが生きていればあなたのために作ってあげたかったけれどもしも死んでしまった時のためにこれを残しておきます。明らかに条約違反満載でちょっとデスティニーに似た構成のモビルスーツ機体のデータ。母さんなんでこんなの作ろうとしてたの？未来予知でも使えるの？なんで真が兵士になる前提で話してんの両親。戦闘の才能はあるけどそれを誇れるような将軍じゃないのよその子。ズランダル議長と同じく真の遺伝子情報から特性を見抜いて用意していたのかな。これさ、仮に家族が健在だったとしたら平凡に生きていくつもりだった真に、お前は最高の戦士になるんだって両親が言い出す未来があったってことか。やめたげてよ、としか言えねえ。まゆえ、お兄ちゃんにはちょっと言いづらいんだけどね。前にも言ったようにあなたたちは、データが破損して続きがわからない。父さん、母さん、俺たちが何？前にも言ったって何？俺何にも聞いてないんだけど。まゆえ、お前はきっと優秀なメカニックになれるだろう。私たちの死後はエリカ・シモンズを頼りなさい。彼女ならモビルスーツを作る方法も整備の技術もこっそり裏口で活動する方法も、ジャンクやロンダリングの方法もすべてお前に授けてくれるだろう。PS、お兄ちゃんはそこら辺に耐性がついてないと思うのでくれぐれもバレないようにしなさい。あとお兄ちゃんに彼女ができても嫌がらせとかしてはいけないよ。眉が嫌がらせなんてするわけないだろ。これ片身の携帯に何かヤバいデータかアクセス用キー隠されてるとかそういうのない？うわぁ、うわぁ。
こうなると眉が携帯を取りに行こうとしてた理由ってまさか。P、眉です。P、信号をキャッチ、アクセスキーを表示します。こんな大事なもの落としたらそりゃ焦るよ。破損データは順調に修復頼むか。ああそうだよな、修復はしなきゃいかんよな。真に見せるかはともかくとして。そして修復が終わった旗からメイリンがハッキングかまして拡散すると。メイリンは勝手に閲覧するだけで拡散はしないだろう。多分ルナやシンには話しそうだな。あかんやろ。まゆえ、お兄ちゃんには刺激が強いのであなたにだけ伝えておきます。実はシンは実のスーパー幽霊キルプランデータが破損しています。俺が実は何なのというか、なんでそういうこと全部眉に言うんだよ。俺に直接言ってくれよ。破損データの中に絶対アコード関連も入ってるだろ。これ死ね。お前は私たちが死んだら必ず軍人になっていることだろう。でも無理はしないように。ただしここぞという時は思いっきり怒りなさい。そうすれば新しい力が手に入るからね。新しい力ってなんだよ。シードまで判明してんのかよ。というかなんでトリガーまで判別してるんだよ。好転付与でもしたのか。なんかさっきから両親のメッセージが、お前をこういう風に作ったよ、こうすれば強くなれるよ、ばっかなんですけど。研究日誌、私たちは今日、会う、くら、切る、消す、この世は穴、アコ、対策、丘、データの破損がひどくこれ以上は老人できません。もう、なんでこうあからさまにヤバい情報だけいつも壊れてんだよ。大丈夫。家の地下室からそのままモルゲンレイテの地下に繋がってたりしない。シンとマユエ、もしもの時はこの通路を使って逃げなさい。用心用の避難通路の地図、こんなのがあるんならなんで使わなかったの。あの状況でも使えない逃げ道なんて厄介ごとの匂いしかしないよ。シンエ、いずれあなたが戦うであろう相手の情報をここに添付しておきますね。キラ響きの遺伝子情報、ラクスクラインの遺伝子情報、オルフェラムタオの遺伝子情報、いやこれ誰の遺伝子情報だよ。なんで僕の情報まで。何？シンはメンデルの特別性コーディネーターに対抗するためのカウンター的な存在なの？タイヤコード用コーディネーター。実質4対1で圧勝した実績が。そういえばスパコのキラにもアコードにも勝ってる。メ、ル、情報、アコ、スーパー、キチが、阻止、そのためにつく、失敗作は、廃棄、世界を、って、だから肝心な情報。多分この世界の神はかがりと障害のともやれる。でもかがりが流した涙の一滴は神の両親が関与していらっしゃるので、調査報告書。カガリユラアスハの覚醒率、キラヤマトの覚醒率、アスランザラの覚醒率、ラクスクラインの覚醒率、何の調査、覚醒率って何なんだよ。もうモルゲンレイテ無関係でヤバいネタの宝庫だよ。もう寄せ、一人で見続けるもんじゃない、仲間たちのところに持っていけ。このシード世界の秘密大体全部詰まってるじゃん。もはや攻略本だよ。じゃあアスカケは何を攻略しようとしてたって言うんだよ。コズミックエラの闇。まゆえ、突然このような過酷な役目を押し付けて本当に申し訳ないと思っている。しかし最後の扉が開かれようとしている今、人類存亡を防ぐためにはこのイカれる人に計画が必要なのだ。もしお前が本当にオグを、人類を愛しているというのなら、データが破損していて読み取れません。イカれる人に計画なんて単語今まで一切出てこなかったじゃないか。というかどれもこれも重要なデータのくせに穴だらけすぎるだろ。それは、そう、本当に大切ならしっかりしとけっていう。これオブの裏情報も多いし、さすがに隊長たちにも話せないな。アスハ代表に相談してみるか。シンに連絡もらってとりあえずオーブ関連のものから見させてもらった。ちょっと待て、私このモビルスーツについて何の報告も受けてないんだが。お父様の裏切り者を。